庭五郎から1928年9月6日は幕末の藍津藩士。明治、大正期の警察官、開拓者である。西南戦争では抜刀隊としても戦い、戦後は瀬棚町の一部となっている庭村を改損した。警察官時代は田村五郎と名乗る。藍津藩重心庭家の分家に生まれる。祖,祖父の庭農協は家老であった。 父の庭族は百国取の藩士で、母親戦争において中国地八十里、古市方面の兵糧総督として自陣した。庭は本家に男子がいなかったため養子として後を継ぐ。母親戦争時は、藍津藩主、松平信則の側近くで仕えたが、この戦いで一族四十名以上を失い、いとこの長瀬雄二、有賀織之助は、白子大使として自陣した。庭は、 白虎隊入隊を許されなかったことを、常に遺憾をくろはずと解雇している。戦後名を改めら卒として、警視庁入りし、西南戦争に従軍した。二等省警部だった庭は,は抜刀隊に選抜され、田原坂の戦いで奮戦する。戦中に、陸軍将尉に任官し、新戦旅団本営の参謀部府となる。千坂が参謀長、辰直文が、 参謀副長として本営にあった。戦後なお本名に戻し神大泉京警察署長まで昇進するが、北海道開拓の志を抱き、1891年以岸面間となる。この間、抜刀隊七回帰に際して、県官名詞からの記号を得て、明公長を編纂し、遺族に配布している。さらに、色は店の観光、小野田元、広の紹介による、 金原明義の融志などで資金を準備し、瀬田名群瀬田名村、都市別原野の開拓願いを許される。庭は、旧合津半領であった、稲葉城千里村の住民12個と北海道に渡り、開墾を始めた。翌々年には、稲葉城からさらに18個が移住し、1895年には、庭自身の家族も移住した。妻は、翌年から、 闘病生活が始まり、1904年に死去している。1902年には、合図、宮城から計55個が移住し、1907年には合図から30個が移住した。庭は、農地の開拓とともに、養蚕組合の設立、ため池造成を行い、また、小学校、青年学校、新聞閲覧書、郵便局を設立している。 1913年には、開拓の内線与町、276個1384人入植の功績を認められ、乱受報省を受賞した。息子の七郎は、庭家の古地にある合図中学を卒業。検定試験から大学へ進み内務省に入り、県知事を歴任。岡田圭介内閣で、内務次官となった。1941年、 庭村立村50年祭が営まれ、会津松平家当主、松平康夫の被体代による、聖徳碑が混流された。警察法典写真石版、警察法典写真石版、第2編、現行法典写真石版第1編、現行法典写真石版、第2編、現行類参、明治法典一名、法典辞書、国民筆記集賃石版、 4月23日認証意見に等小警部に等、小警部、田村五郎、出生新選旅団編成人員表明時10年7月、新選旅団本営人名表、庭五郎の、生涯、庭五郎、略年表、庭五郎、ゆかりの名所、戸籍、継承。ありがとうございます。